サムエル・キー。その夕、ナタに望んだ主の言葉は次の通りであった。私のしもべダビデのもとにいて告げよ、主はこう言われる。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子とする。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手にとこしえに続き、あなたの王座はとこしえに固く据えられる。神の御言葉。私の慈しみは永遠に変わることなく、私の無償な契約はとこしえに保たれる。私は契約を破らず、約束した言葉を変えない。神の慈しみをとこしえに歌い、主のまことを世々に告げよう。ダビデの子孫はとこしえに続き、その王座は太陽のよう、私の前にある。お空を見守る月のように、その王座はとこしえに続く。神の慈しみをとこしえに歌い、主のまことを世々に告げよう。使徒パウロのローマの教会への手紙。皆さん、神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は立法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのです。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に立法に頼るものだけでなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかった時に、なおも
望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこの世になると言われていた通りに、多くの民の父となりました。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。神の御言葉。幸せな人、あなたの家を住まいとし、絶えずあなたをたたえる人。マタイによる福音。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に、聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れた。男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子はイエスと名付けた。主の御言葉。